うちの母方のばあちゃんの話。母方のじいちゃん、ばあちゃんはアメリカ人で、うちの父は日本人、母はアメリカ人。出張でアメリカに来ていた父、交際は当時むちゃくちゃ反対された。特にばあちゃんが日本人だけはダメと猛反対。しかし母もそこはアメリカの女の性格、持ち前の気の強さと揺るぎない意志で絶対一緒になると突っ走った。ばあちゃんが母を往復ビンタ、絶交すると怒鳴り散らしても母は聞かなかった。母は車ぶっ飛ばして家出して、一時音信不通になったりしていた。とうとうお金を貯めた母は父の住む日本、東京へ行く日になった。ばあちゃんは空港に見送りに一緒に行きたいと告げた。穏やかなばあちゃんにんと感じつつ、空港でばあちゃんに会った。ばあちゃんが何かを差し出した。古くて小さい日本のお守りと古びた写真。母は初めて見るものだったから、かっこお守りというものすら知らなかった。無造作に中を開けた。そこには古くてシワシワの小さな白い紙、米粒が一つ入っていた。古くてシワシワ紙を読んでみた。日本語でローザ君を愛していると書いてあり、英語で綺麗な字で I love you とあった。パッとばあちゃんを見ると泣いていた。訳を聞くと、ばあちゃんは結婚する前、大昔日本人と恋に落ちた。写真に写っている背の低く丸い典型的昔の眼鏡をした優しそうな日本人、それがばあちゃんが恋に落ちた彼だった。しかし戦後すぐのアメリカと日本、戦争の傷跡からか周囲は二人の結婚に大反対。日本にいる彼の親も大反対。連れ戻すように彼の親がアメリカに来て、彼を強制的に連れ帰ってしまった。ばあちゃんは何ヶ月か泣いて泣いて毎日を過ごした。自殺未遂まで図った。そして日本から一通の手紙が届く。中にはそのお守りがあった。ローザ君を愛している。読めない日本語だったが住所も書いてあり、ばあちゃんは彼への愛を確信し、彼に会いに日本へ。どうにかして彼の住む家付近に着いた。近くを通った人に住所を見せ、家を聞くと顔色が変わった。拙い英語でデッドと言われた。半信半疑で家に着いた。正気のない母が迎えた。彼は自殺していた。あのお守りは彼が厳しい両親の目をかいくぐり送った彼からのメッセージだった。あれを書いた数日後、自殺した。彼は死んだ。アメリカに戻り、その後の狂乱ぶりは街でも有名になるくらいばあちゃんは病んだ。セラピーも何年も受けた。どうにかして彼を忘れ、日本を忘れ、じいちゃんと結婚。まさかお前、母が日本人と恋に落ちるとはね。私は三つを、例の元彼を忘れようと何年も必死だった。本心は三男がいない世界なら死にたかった。あれから日本人とは関わらないように、関わらないようにしていた。日本がトラウマになったから猛反対した。怖かったから。悪かったね。だけど日本人を好きになったと聞いた時、本当は嬉しかったと、ばあちゃんが号泣しながら語ったという。写真には幸せそうに寄り添う三男と若いばあちゃん。不思議なのは、ばあちゃんも母さんも何も知らない日本人に一瞬で恋に落ちた。家系なのか単なる偶然なのか。怖くなくてごめん。あと一つエピソードがあって、三男さんが日本に連れ戻される前、泣き出したばあちゃんに、もし二人が引き裂かれて離れ離れになっても、僕は絶対生まれ変わってでも君に会いに来る。君がおばあちゃんになってても僕は絶対君に会いに来るよ。その時は僕は澄ました顔で日本語で初めましてって笑って桜を見せてあげよう。僕を忘れても構わない。だけどその時は思い出してほしい。と言っていた。
母ちゃんが初めて父ちゃんをばあちゃん家に連れてきたとき、緊張しまくった父ちゃんは、散々練習した英語乏しく、とっさに初めましてって言って、中で日本桜が舞い散るスノードームのようなものをばあちゃんにプレゼントした。これは誰にも話してないエピソードだから、ばあちゃんはむちゃくちゃびっくりした。ばあちゃん嬉しかったってさ。三尾さん、ありがとう。